豊川市中央図書館は、愛知県豊川市は1丁目63番地にある公共図書館。五館からなる豊川市図書館の中央館である。東三河地方の文化、行事、自然環境、遺跡などに関する映像資料を提供する豊川市地域情報ライブラリー、オーロラを体験できるプラネタリウム、ジオスペース館が併設されている。 1965年頃から市民の読書熱や学習意欲が高まり図書館の建設が要望された。1971年3月には山本義雄市長が広報という川で図書館の建設を表明し、1971年度当初予算には建設費が計上された。1971年10月には、 市街地中心部の下町諏訪林181番地において建設工事に着工し、1972年3月に竣工、6月1日に豊川市立図書館が開館した。総工費は9412万円。鉄筋コンクリート造り2階建てであり、延べ床面積は1373.600平方メートルだった。一階にはホール、 事務室、自動室などがあり、2階には閲覧室、視聴覚室、12000冊収容の書庫などがあった。3階は直径8メートルで90人収容のプラネタリウムとなっており、天体や星座の観測が可能だった。建物には視聴覚ライブラリーが併設され、映写機やフィルムなど、機材や教材の貸し出し、指導者や技術者の養成を行った。 1978年時点では主に児童向けに週3回のプラネタリウム投影を行っていた。1978年時点の開館時間は一般室が10時から17時、児童室が平日は13時から17時、休日は10時から17時だった。開館時の豊川市立図書館の貸し出し数は2冊までであり、貸し出し期間は8日間だった。 開館時には、二宮尊徳に関する文献資料を集めた、宝徳文庫が設置されている。同一敷地内の図書館北側には、御湯町、三代玉物で営業していた旗子、小島屋が一区復元され、その建築や、調度品などが公開された。1974年4月には、公民館と市民館への廃本を開始している。 1975年4月には週の定期休館日を金曜日から月曜日に変更した。同年10月には鳴沢文庫を設置した。開館当時の蔵書数は約1万2000冊だったが、1976年には約3万9000冊、1979年には約7万冊となった。このため、 1980年7月から1981年3月には床面積約1000メートル2分の増築工事を行い4月にリニューアル開館したこの際には紙芝居の貸し出しを開始している1983年1月には貸し出し冊数を2冊から4冊に増やし貸し出し期間を8日間から15日間に増やした1990年4月には 閉館時間を17時から18時に遅らせ、一般室は金曜日のみ19時閉館とした。1991年4月には、祝日も開館することとし、鎌郡市と本郡4町への広域貸し出しを開始した。1993年10月には、豊川市政50周年記念事業として、本に親しむみんなの集いを開催し、 小説家の渡辺淳一が講師を務めたイベントには801人の参加者があった。1994年7月には貸し出し冊数を4冊から5冊に増やした。1997年8月には豊川市立保育園に親子文庫を設置し、図書の配送を開始した。1998年5月には保育園や小学校などを対象に団体貸し出しを開始した。 取り壊された豊川市立図書館の隣接地に開業したプリオ蔵書数は1986年に約9万4000冊、1995年に約13万冊と増え続け、1997年度の貸出数は約41万冊となったが、蔵書検索にはカードを、図書の貸出には貸出券を使用しており、 蔵書数や利用者数の増加に対して、施設の能力は限界に達していた。このため、豊川市は新図書館の建設を計画。1993年には、日本図書館協会に委託した豊川市図書館基本、計画が完成し、9月には、豊川市教育委員会内に新図書館、建設検討会が、 1994年1月には、豊川市役所内に新図書館建設検討会が設置された。1995年5月には新図書館建設懇談会が設置され、基本計画を策定。建築設計協議によって、久米設計名古屋市社を設計者に選定し、1996年5月には新図書館の基本設計を委託。 9月には実施設計を委託した。1997年7月には、諏訪一丁目で新図書館の建設に着工し、1999年3月に、竣工した。1999年3月には新図書館への移転準備のために、豊川市立図書館が長期休館に入った。休館は、 新館開館後の1999年12月から2000年3月にかけて取り壊され、跡地は豊川市エースは公共第二駐車場となっている。旗後、小島屋の復元家屋も取り壊されており、調度品の一部は豊川地域文化広場に移管された。二層分の吹き抜けを持つ一般開花室児童開花室1999年7月16日に、 豊川市中央図書館が開館した。建設費は39億4700万円。同時に公式ウェブサイトを開設している。休館時代20時だった、開館時間は9時30分に早められ、下記の平日は閉館時間が19時まで伸ばされた。一点おきに考え貸し出しの対象者は、東三河地方全域の住民に広げられた。 同年8月15日までの1ヶ月間に、1日平均3178人となる82,621人が来館し、開館前の見込みを1日1000人も上回った。休館の利用登録者数は12,600人だったのに、対して新館開館1ヶ月後時点の利用登録者数は2万人となった。2000年7月15日までの1年間に、1日、 平均1931人となる52万9169人が来館し、開館前の見込みを上回った。この1年間には、増書数約18万冊に対して、1日平均2800冊となる76万5000冊が貸し出された。2000年6月には、日本照明画館優秀照明施設支部長、奨励賞を受賞し、同年12月には、 第15回日本建築学会等会賞を受賞した。同年10月には貸し出し冊数100万冊を達成し、2001年6月には入館者数百万人を達成した。1999年度には38万8千人、2000年度には49万5千人の入館者があった。2001年4月には土日を通年会館とし、ぬかた郡在住者も、 考え貸し出し可能とした。2008年1月には、豊川市が、保育グおとわ町と、水戸町を、編入合併し、おとわ町立図書館は、豊川市立おとわ図書館に、水戸町立図書館は、豊川市水戸図書館に改称それぞれ、豊川市中央図書館の分館扱いである。豊川市は、保育グ小坂井町と市宮町も、編入合併しており、 この2丁にあった図書室はそれぞれ豊川市小坂井図書室、豊川市市宮図書室に改称している。2009年7月には開館10周年を迎えた。2010年4月には窓口業務の民間委託範囲を拡大し、同年11月には貸出冊数を5冊から10冊に増やした。2011年3月には館内全体で利用できる 公衆無線 LAN サービスを開始した。2016年2月2日には、電子書籍の貸し出しを開始した。愛知県では、大府市の大部文化交流の森図書館についでに、例目である。豊川市中央図書館は、豊川市役所に近く、市民の憩いの場である、豊川公園に隣接している。 図書館と豊川公園を隔てる道路には 1km の間に280本の桜が植えられており、町名を冠して諏訪の桜トンネルと呼ばれている。図書館の一般開花室は2層分の吹き抜けになっており、桜並木からは読書空木が開放的に見通せるほか、一般開花室からも桜並木を見渡すことができる。ガラス張りの一般開花室や、 休憩のプラネタリウムドームが外観の特徴である。図書館胸の正面には総合サービスカウンターがあり、左手に一般開花室が、右手に自動開花室が配置されている。建物は2階建てではあるものの、初夏はすべて1階に配置されたワンフロア型の図書館であり、障害を持つ人に配慮されている。新館の延べ床面積は旧館の約2倍となり、 開館時点で閲覧席は110席あった。和室、読書の間、レファレンスカウンター、相談デスクなどが設けられている。蔵書能力は、開花が15万冊、閉花書庫が30万冊である。貸し出しや返却は1999年の開館時からコンピュータで行われている。豊川市中央図書館2階の事務室内にある地域情報ライブラリーでは、 この地域に関する映像情報を制作、貸し出しており、一部は動画投稿サイト YouTube でも視聴することができる。映像の制作、貸し出し以外では、視聴各機材や教材の学校や社会教育団体への貸し出しも行っている。また、ジオスペース館多目的ホールなどで映画上映会、市民名画劇場を行っている。 ジオスペース館とヨカワ市中央図書館にはオーロラを体験できるプラネタリウム、ジオスペース館が併設されている。ジオスペースとは地球から太陽までの広大な空間の意味である。ジオスペース館のプラネタリウムドームは15.2メートルの半球型で137席の座席を有する。2002年時点でプラネタリウムが併設された図書館は 豊川市中央図書館を含めて全国で2カ所だけである。豊川市は精密機器メーカーであるミノルタが産声を上げた町であり、名古屋大学対応地球環境研究処分室がある町でもある。プラネタリウムの操作はミノルタの元儀士などが担当している。ありがとうございます。